はい、どうも俺です。今回も、カード開封していきますね。はい、というわけでですね、とまあカード開封とちょっと話が変わっちゃうんだけど、先月2月、今月の3月でチャンネル登録してくれた人が3人だから4人増えたんだよね。はい、まあチャンネル登録してもらって嬉しい反面、ちょっとね動画のクオリティの低さってのはまあ自分で分かってるつもりなんで、なんかしてもらってなんか申し訳ねえなっていう気持ちもあるんだよね、俺としては。はい、まあだから何が言いたいかっていうと、まあありがとうございますなんだけど、はい、まあアホかと思ったらね、もう全然登録してくれて、んで解除してもらっても全然構わないんだけどね。はい、その代わりまあ俺泣いちゃうけど、まあそんなクソ動画なんでね、なんかね登録してくんねえかなっていう下心を持ちつつ、まあ、動画投稿はしてんだけど、なんかしてもらえって女が申し訳ない気持ちになっちゃうんだよね。はい、まあそんな感じで、はい、こんな感じに思ってるわけです。はい、まあいいかこの辺、まあ話はまあいいか。はい、というわけで今回もカード開封していきます。今回はね、ごめんなさい、また安定のドラゴンボールとポケカにしちゃったね。今日なんか遊戯王デッキビルドなんてらかんちゃらが今日多分出たと思うんだけど、そこを完全にシカトしてドラゴンボールとポケモンのね自販機ガチャをちょっと回してきたんでやっていきますね。ドラゴンボールの1000円ガチャとドラゴンボールの300円ガチャとポケモンの500円ガチャをやってきたんだよね。はい、まあどれがどれだかちょっと分かんなくなっちゃったんだけど、それをやってきました。はい、じゃあ開けていこうか。ほんとこのおすすめシール半額なってからね、中身を確認するのがめんどくせえんだよあれな。はい、まあいいか。まあというわけで見ていきましょう。これはどっちだったかな、300円1000円パツパツに入ってくる、パツパツ、まあ、1000円か300円の外れだよね。外れはうわパッツンパッツン、まあ外れ、まあ見せることもねえんだけど、ウィスト、まあ、コルド、ゴク、ジャネンバとかご飯、チャオズ、これよく当てたなこれな、孫悟空、少年期 BR だね。はい、まあ、これは外れですね。でね、結構ね引き分けを強かったと思うんだよね。これはね、これ300円だね。300円ガチャで、で、そう、まあ、300円のハズレバッグ、まあ、これで、で、一緒に入ってた当たり枠が、これ、はい、魔人ドミグラの、これ、再録じゃない方だね、はい。これは持ってなかったんでね。で、よっしゃーっつって状態を確認したらね、ちょっと白掛けが派手いっすね。300円ガチだからまあしょうがねえのかな。ちょっと白掛けがひどくてちょっと残念だけど、はい。まあいいでしょう。初ゲット、ドミグラ。はい、じゃあ次行ってみよう。次は、あ、そう、これ。これね、さっき見てたかな。これ、ポケカの500円、自販機ガチャなんだけど、これ、500円ね。で、一回やったら、もう売り切れたんだよね。うわ、やべえ、つって。売り切れだから、いいの当たったんじゃねえ、つって。なんだこれ、初めて見た。当たったんじゃねえ、と思って、中身を確認したら、なんと当たったのが
みんな大好きマリー、こいつが当たりましたね。これ超ラッキー。これは2枚目かな。500円1回で売り切れになったんでね。マリーはね、無限回収カードだから、いやこれは嬉しいね。まあハイパーだったらもうちょっともっと嬉しかったけど、まあ、500円でこれならアドだよね。バックアドかな。はい、今日は結構引き強かったんだよね。はい、じゃあ3つ目、これは外れかな。1000円か300円だか、ちょっとどっちの外れはか忘れちゃったけど、かっこいい。でもかっけえな、悟空のレリーフフリー、これのもすんげえ、これ初めて見たな。これフリーザゼノで、ギニュー、フリーザ、クルード、ご飯、スラック、これどっちだったか忘れちゃったな。はい、じゃあ次4つ目かな。これも当たり入ったやつか。いやこれ300円だね。300円の方はね、6回ぐらい回したんだよね。だいたい3回に1回はでっから。でこれが当たり枠 に入ってたやつの外れなんだけど、で当たったのがこれフロリーダーク、これも初ゲットかな。これはさっきのドミグラと違って状態は非常にいいね。白掛けも別にないし、傷もそんなない、そんな手がないね。はい、フロリーダーク、これ300円の3回目かな、出たのが。はい、じゃあ次4つ目、これもドラゴンボールだね。これは1000円の方かな。でご飯のレリーフ、ウィスのレリーフと目玉茶とか、こんな感じでベジータトッポ17号とか、こんな感じだね。で一緒に入ってた当たり枠はこれだ、孫悟空ゼノ。これは持ってたかな、結構持ってんなこれ確か。はい、まあこれは微妙だね、1000円じゃ。はい、じゃあ次がこれも外れか。これもまた どっちがどっちか忘れてた。1000円の外れだったか、これ多分1000円の外れの方かな。ビルスのレリーフでしょ、ベジータ BR、 かっけえな。ピッコロ、ブー、ご飯に、みんな大好きビーデルに、リスポ、ビーデルかわいいな。はい、じゃあ次これは、あ、やべ、ちょっと見えちゃった。これは性能だね、1000円の方で。でまあ一緒に入ってた外れ枠がダーブラゼノのレリーフでしょ、でトランクスのレリーフ、ゴテンクスゼノ。1000円ガチャはね3回回したんだよね。だいたい3回に1回か2回に1回ぐらいの確率で出るんだけど、でこれが出たからやめたんだけど、3000目でね。で何が当たったかというと、これ孫悟空ですね、の宿。これはね初ゲット、孫悟空の身勝手だね、すげえかっけえ。これもずーっと欲しかったんだけど、なかなか当たんなかったんだよね。状態見てなかったけど、どうかな、状態は。まあ白掛け別ないし、まあいいね、備品だね。はい、これが1000円ガチャの3回目で当たりましたね。身勝手の悟空。はい、でこれが今日最後か、最後のやつだね。あ、これ外れだ。これもどっちか忘れた。1000円の外れだったかな。はい、でバーダックのレリーフ、かっこいいな。リブリアンでしょ、あとブロリー、はい、ヒット、ご飯、ヒット、リスポ、はい、ってな感じですね。はい、最近ほんと、ね、遊戯王、一応遊戯王メインでやってたんだけどね、なんか安定の、なんか遊戯王って20th 終わってからね、終わっちゃってから、なんかフォックスもなんだか買う気になんなくなっちゃってね、はい、安定のドラゴンボールに走っちゃうんだけど、こんな感じですね。はい、というわけで、
今日はこんな感じですね。はい、というわけで、チャンネル登録はね、本当にもう一回こいつの動画見たいなと思った人は、思ってる人だけしてもらってね、あとはまあ別にしてもしなくてもどっちもいいんだけど、まあそこは皆さんの自由なんでね。はい、というわけでまあ今回はこんなもんですね。はい、というわけで、ドラゴンボールガチャやってきたと動画でした。ではどうも、俺でした。